はい、今回は日本最後の荒打ち場というちょっと物騒な名前のスポットに行ってみましょう。荒打ちというのは日本に昔からあった制度ですね。自分で刑を執行するという死刑、私の刑というそれの風習制度がありまして、で、まあ、明治ぐらいまであったんかな、江戸時代から明治ぐらいまであったんかな。それが日本最後の荒打ち場ということで、まあ、日本には何箇所かいくつもあるんですけど、そういう場所が。でもこの近くにある場所、高野山の近くにあるのがそのポイントですね。まずは高野山方面に向けていきましょう。高野山方面というか、あの裏道から行くんですね。高野山の表じゃなくて裏高野と呼ばれている登山道みたいな変な細い道あるやん、あそこ行くんですね。対向車めちゃ注意しないとやばい、ここはマジで怖い。あだ討ちっていう制度自体は合法であったということですね。合法であった、家族が誰かに殺された、でもその犯人は警察というか、当時は何だったんだあれ、警察じゃなくてなんかあれやん、おかっぴきおかっぴきちゃうか、なんかそういう今で言う警察、当時のおかっぴきみたいなやつらがその犯人を捕まえられなかった場合、犯人が逃走したり、例えば証拠がなくて捕まえられないとか、癒着していて捕まえられないとか、そういう場合は家族がその代わりにその犯人を討ち取ることができたという、例えば殺しても罪には問われなかったという、それが仇討ちと呼ばれています制度ですね。まあ江戸時代にそういう制度があったんですよね、仇討ちで。その仇討ちという制度もまあ警察とかがちゃんとできてからなくなったんですけど、それまで最後まで残っていたのがこの辺りで、でその最後の日本で一番最後の仇討ち行為が行われたというのがこの道の先にあるということですね。だからこれも当時はこんな舗装もしてなくて単なる山道だったんでしょう、砂利の。でその道を登っていって、まあ、街道だったんですね、この高野街道、裏高野街道か女人道か、なんかそういう道だな。でそういう道の途中で、まあ、犯人を見つけた当時の人が仇を打ったという、高野山に行く前にやられたよな、高野山に逃げようとしてたのかな犯人は。まあこういう裏道通ったらバレへんと思ったんかな、それを先読みして裏道で待ち伏せしてたんかな。おっしゃ、細いな、見通し悪いし、急勾配で見通し悪いからめちゃ怖いね。そしてここがね、一番の難所ポイントですね。こう対向車来たら完全にやばいっていうポイント。ガードレールもねえしよ、これ。ガードレールねえ、カーブミラーねえ。結構怖えぞ、これ。そしてこの日差しがね、木漏れ日がやばい、ね。木漏れ日が幻覚を生み出してるからね。もうすぐですね、日本最後の仇討ち場と呼ばれている場所。ここ止めるとこないよな。ちょっと待って、ここ止めるか。ここ怖えな、行けるんか。怖えけど、ちょっとこれ見に行きましょう。日本最後の仇討ち場でございますね。ちょっと呼んでいきましょうか。明治4年、1871年、2月30日のことである。あ、書いてありますね。村上さんが、自称金王派の足軽。どういうことや、自称金王派の足軽。西川ら13人に暗殺された。13人ってお前リンチやんけ。でその後その西川さんの子供が この一味に復讐したという仇討ちであった。明治6年2月に仇討ち禁止令が出されたという。だから明治6年までは仇討ちがあったんですね。で明治6年ギリギリでもないけど、明治4年やからまあ2年前に仇討ちをやったっていうのがこの日本最後の仇討ちと言われてますね。
で、なんか書いてある、これ見て、これ誰やねんこれ書いた。こういうとこで待ち伏せして仇討ちを果たしたのかね。待ち伏せしたのか、それとも正々堂々戦ったのか、どっちだ。どっちでもいいぜ、行きましょう。待ち伏せしてようがしてまいが、正々堂々戦ってようが、仇討ちを果たしたことには変わりないし。ここだけめっちゃ細いからやばいよね。おっしゃ、ここ止められるやん。ここ止められますね。そっちの方がいいかもね。車の場合、おっと、なんかあります。見てください、これ土鍋があります。土鍋。土鍋の中には何があるのか。だからやっぱ歴史街道というだけあって、なんかいろいろ過去にあったやな、こういう道も。ありました、これか、ここか、日本最後の仇討ち墓所、墓所、墓所、お墓。日本最後の仇討ち、復讐された方かした方か、どっちの墓なんでしょうか。西川って言うてやったな、西川。あ、これそうですね、西川さんの墓ですね。なかなかすごい場所にあるぜ。夜に来たらちょっと怖いかもしれませんね。もうちょっと先に行きましょう。道が補正しよう。紀伊神谷駅行きます。紀伊神谷駅から、これ行けんのかな、ちょっとやばくね、これ行けるか。すごいなこれ、ここなかなかえぐい道やな。これ日本最後の仇討ち場っていうと、もう一箇所ここの高野山の方にあるのと、でもう一箇所ね、和歌山と大阪の県境のところにあるんですよね。そこは越境せずに仇討ちしたっていうことで、ちょっと面白いポイントでありますね。だから大阪では仇討ちが禁止されていたけど、和歌山ではまだ仇討ちが禁止になっていなかったっていう時期に、ギリギリで和歌山方面まで来て、和歌山に入った状態で仇討ちをしたっていうポイントがあります。そこはそこでちょっと面白いんやけどね。ただあれ夜場所ではないですね、交通量めちゃめちゃ多いから全然寄ってらんねえっていうねポイントでしたね。一回行ったことあるんですけど、もうビュー車ビュンビュン通るから、もう世話しないし危ない、だから行くのやめまして、このゆったりとした時間が流れている高野山の方までやってきました。大正解。お、トンビ飛んでる、トンビ、トンビ来た、トンビのタコ来ましたぜ。トンビのタコ、これはちょっとタコ丸出しって感じやな。釣り竿の耐久性すごいね。風が止みましてダランとしております。風が止んだらダランとしてきた。